植田基吉12月24日から1904年9月4日は、大日本帝国海軍の軍人。最終階級は、海軍少佐。昌屋、植田聡史重郎の次男として生まれる。母方せいぜひさし。駅立村あざ植田出身。第二次、吉田内閣の法務総裁、植田俊吉は老いである。旧海軍機関学校から、海軍兵学校に編入。 海軍大学校、陳樹府参謀を経て、日露戦争開戦時は、軍令部参謀。後に連合艦隊参謀に転出。公開海,海戦において、三笠最上環境で戦勝を受け、佐世保海軍病院にて死去。伊藤正則は、食伝について、ウイの参謀であったと評している。1904年8月10日。 最上環境で指揮をとっていた食電は午後6時30分頃に、全部環境作業のセマホは信号機に敵弾が命中炸裂、その断片、破片により負傷した。この時、公開し、藤瀬晋次郎中将が即死、他に負傷したのは、艦長、伊地地彦次郎、三謀小倉博一郎少佐、中沢少尉、長谷川清候補生ら十数名である。 食伝の負傷は、右肺部室肉層圏肩,肩甲骨骨折、右頬部座、はじめ、上顎骨折など数箇所に及び、12日には、西京丸に移り14日に、佐世保海軍病院に入院した。感染症を防ぐ処置などが取られたが、翌日から高熱を発して、人事不正に陥る。一時体温は下がったものの衰弱が進み、9月4日午前1時に死去した。 軍令部は2回の旅順口閉塞作戦が失敗したことから連合艦隊の強行作戦方針に懸念を持った。4月3日、今後の作戦を打ち合わせるため軍令部参謀の宝部兵と食伝を三笠に派遣。結局、第一艦隊先人参謀の有馬義吉を実質的に更迭し、海戦壁等に負傷、構想された第一艦隊参謀。 松村菊雄の代行をしていた第二艦隊参謀の飯田久根も第二艦隊第四戦隊参謀に移動、秋山正幸を専任に格上げ資料者の公認として、植田と佐世保鎮守府参謀の小倉を第一艦隊参謀に任命した。有馬は参謀としての職をあきまえず自ら閉塞船の指揮官として志願する、と、イノシシ武者的なところ、 飯田は休校中の海大の教官である秋山に逆らえないイエスマン的な性格が問題とされたという。以上のような経緯で、気分に示す通り温厚で協調性があり、かつ秋山に対して言うべき時は断固として直言できる陳気な強い意志を持つ植えたが、第一艦隊参謀を命じられた。海軍首脳が相当を苦慮した人事、人選であり、秋山の抑えとして、 食伝に期待すること大であった。結局は、小倉も負傷により、移動しており、日本海海戦では、飯田と新任の清川淳一が、秋山の補佐を担った。海軍兵学校出身者戦死者、カオルカゲ684ページ雲住みかてら境内の、検証費に、君み,みな、元吉植えた志向いみな角十郎母ぜ久しし君生、陳規温行用立志、とある。日も行く末ぞ。 久し式前中数てる P13、海軍兵が講演各 P413P415、大海軍を思う188ページ日本海、海戦時は臨戦準備の段階で、セマホは信号機を取り外す。この時、統合司令長官、島村参謀長、上野公会長、加藤法術長も最上前環境で指揮を取っていたが、秋山参謀はいなかった。 特務士官が語れる、日露海戦の思い出話その一章は四年海軍省教育局より、記念館三笠に、有志戦士のところの同伴がある。極秘明治378年海戦し、連合艦隊戦時日誌4月20日、有馬は大本営付となり三笠大官。大倉省租税課に出資、麹町雲と円町に居宅を構える。 期間学校受験時の身元引き受人。あとに、衆議院議員となる。海軍兵学校遠隔、明治24年7月17日、アジア歴史資料センター、海陸軍やトイレ商船の配上員、C08040473400、明治28年1月1日現在感染定、その他配員表、元神奈川県令、中野武明の娘、官員六。 職員録、明治36年5月、三笠戦時日誌、連合艦隊戦時日誌、明治37年4月27日、官報第5百9 6 3号、除人及び、事例1903年5月21日、軍艦三笠戦時日誌1画像2枚目、明治28年1月1日現在艦選定、その他敗印表画像20枚目。ありがとうございます。